こんにちは。こんにちは。ヤシのキリハビリ訪問看護ステーション長谷川と山田です。本日もよろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、褥瘡予防、除圧の仕方ということで、まあ、前回の介護用ベッドの動画の続きにみたいな形で今回もね、褥瘡について少しお話しさせていただきたいなと思います。褥瘡の原因っていろいろあると思うんですけど、低栄養だったり、あとは拘縮だったり体の変形ですね。あとその中に一つ圧っていうのがあって、この圧を取ることで褥瘡を予防していきましょうっていうような動画に今回なってます。まず褥瘡のできやすい部位っていうのが、まあ、体にたくさんあるのでそれも説明させてもらいますし、あとはね、除圧の仕方も最後に動画の方でお話ししてますので、ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。で、基本的にヤシの木チャンネルではこういった、介護技術を動画でお話しさせていただいてます。まあ、気胸動作であったり、異常動作だったり、まあ、車椅子の使い方だったり、副使用具だったり、いろいろ、説明してますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします。今回のね、この圧っていうのは圧なんですけど、圧にもたくさん種類があって、まあこうね、普通に押さえるのも圧ですし、摩擦も圧ですし、あとこの前の、介護用のベッドの動画で説明したみたいに、布団と体がこう引っ張り合いっこしてる、まあ、摩擦に似てますけども圧です。で、圧っていうのは基本的に一点で集中すると圧がかかりますよね。でも面で支えるとそこまで強い圧っていうのはかからないので、まあ、そういった意味での除圧だったりっていうのも今回説明してます。で、圧っていうのはまあ誰でもそうやと思うんですけど、一点に集中すると、まあ、離した時に赤くなったりしますよね。これがまあ褥瘡なんですけど、例えばこれをねパッと除圧した時にこの赤みがすぐ消えるんであればまだ大丈夫なんですが、ずっと赤みが残るようなものが褥瘡のすでに始まりと言われてますので、その辺のお話もね できたらなと思います。はい、では早速、まずね、褥瘡のできやすい部位からお話ししていきます。はい、じゃあね、褥瘡のできやすい部位ですけど、まあ、簡単にちょっとテープ貼っていきます。まあ、頭の後ろですね、この骨出っ張ってますね。触っていただいたら分かると思いますけど、ここをまず一つ、はい、でここね、肩、肩峰ですね、肩甲骨ですね、肩甲骨の出っ張り、まあ、ここも一箇所、ちょっと半分だけやっていきますね。で、今度お尻、ここですね、仙骨と言われるところ、一番ここね、圧がかかるところです、ここが一つ。で、ちょっと後ろ画面、後ろ側だけ先やっていきますけど、はい、仙骨と、もう一つ、ごめんなさい、ここ背骨ですね、背骨。背骨も寝てる時っていうのは飛び出してるので、ここもそうですね、背中丸くなってる高齢の方なんか背骨飛び出してます。ここも骨出っ張ってるので圧がかかりやすくて褥瘡ができやすい部位です。で、あと最後足ね、かかと、後ろ面は最後かかと、ここですね、ここ結構できてる人多いです。はい、で横向きですね。はい、横向きでも褥瘡できやすい部位があります。っていうのも、まあ、上向きでずっと寝てる方っていうのは絶対背中側に褥瘡側になりやすいので、まあ対抗って言ってこう時間を変えて横向けたりしなければいけないんですけど、それでも横向けた時に、まあ、骨の出っ張りっていうのがあるので褥瘡になりやすい部位っていうのがあります。まず耳ですね。耳も骨が出てるのでここ圧がかかりやすくて褥瘡になりやすいです。で、次がここ肩峰、肩の端っこですね、ここも骨が出っ張ってて圧がかかります。で、肘ですね、肘ももちろん骨が出っ張ってます。で、下に行ってここ腸骨、ここね、骨盤ですね、骨盤の上の骨の出っ張り、ここも褥瘡になりやすい部位と、ちょっと下のお尻の横に骨出っ張ってますよね、ここが、まあ、大天使と言われる骨ですね、ここね、ここも骨が出っ張ってます。で、あとが次がこう膝の横に骨出っ張ってますね。皆さん触ってもらったら分かると思いますけど、ここ、まあ、腓骨という骨の出っ張りです。ここ一つ、ここね、骨ね。と、あとが、くるぶし、外科ですね、外くるぶし、ここも骨が出てます。ここにも褥瘡できます。あと小指の外側ね、ここも骨出てるのでここにも褥瘡ができやすいです。まあ、こんだけたくさんあるので、まあ、結構ね気をつかないといけないんですけど、圧がまずこの部位それぞれあるんですけど、これ全部チェックはできないので、なかなか全部の圧を取るっていうのは結構難しいことになるので、まずはこの部位のどこに一番圧がかかってるのかっていうのを評価していかないといけないんですが、でそこに対する除圧の仕方っていうのを説明していきます。はい、はい、ではまず、どこに圧がかかってるのかっていうのを、まあ、チェックしていきます。まあ普通に単純にさっき説明した部位の場所にね手を入れてみてください。で、圧かかってるなとか、結構分散されてるなとか、
まあ、この肘ってのは難しいですけど、このお尻とかねっていうのも姿勢だったり骨の変形によってそれぞれ人それぞれ変わるので、まあ、結構チェックした方がいいです。まあ、どこに圧がかかってるのか、あと足ね結構多いのが変形してこう外向いてる方、これここで、まあ、関節が硬縮硬くなっててなかなか、立てれない方とかもいますので、こういう方も結構チェックした方がいいですね。ということで体の硬さも褥瘡の原因になります。まあ、横向きもそうです。ちょっと横向いてもらって、横向きの時も、どこに一番圧がかかってるのかなと、お尻なのかな、肩なのかな、まあ、お尻の下なの、お尻言うと背中なのかな、まあ、どこに圧がかかってるのかってをチェックしていきます。はい、で上向いていただいて、じゃあ、まあこの時に、上圧っていうことなんですけど、まず肩甲骨に、まあちょっと、あとね、ごめんなさい、あと見てください、実際に皮膚をちょっと赤くなった、もうそれは褥瘡の始まりなので、そこ赤くなってたら、まあこういうね枕とか、まああと何ビーズクッションとか、あと何タオル丸めたやつとか、まあ何でもいいです。あの結構広い面積が取れるやつを、まあ挟んであげる、こう肩甲骨に圧がかかってたら、まあこう敷いてあげる、結構これ大きいですけど、もうちょっとちっちゃいやつでもいいです、普通の枕で、で触ってみる、圧取れてるかなというか分散できてるかな、点に圧が集中してないかなと。でこれね結構やりがちなのが、片方にやっちゃうと反対側っていうのはものすごい圧がかかってたりもするので、そっちにも入れないといけないのかな、どうなのかなとか、その辺もチェックしてほしいです。はい、でまあお尻もそうですね、お尻もここね、結構さっき言ったみたいにこう足が外向いている方に対してこうやっちゃうと結構褥瘡になりやすいので、まあ、この場合は膝に入れてあげるとかね、まあ、いろいろその人それぞれで変えていかないとダメですけど、やり方があります。あと結構かかとですね、かかと、この前の動画で説明したみたいにこの足上げる機能があれば、これだけで結構圧が分散されはするんですけど、かかと、ただこの時に今度こうですね、お尻に負担かかって、お尻に圧がかかって褥瘡になってしまうっていうケースも多々見られます。でよくあるケースが、この足の下に枕を入れるんですけど、かかとを浮かすためにこういう形ですね、こういう形、かかとは浮いてるって形です。ただここで注意してほしいのが、膝っていうのはね、こう前に曲がるんですけど、後ろにはもちろん曲がらないんですね。なので膝が浮いてる状態っていうのは、この褥瘡的にはいいんですけど、膝の関節にはすごい負担かかるので、できたらかかとを浮かしたいんだけども、膝のちょっと手前に置く、そしたら膝の負担が少なくなります。でこれもね一緒で、完全に別に浮いてなくてもいいと思います。ちょっと触れてるぐらいでっていうのも分散できている証拠です。もういろんなところで足の重みっていうのを分散させるっていうことが大事です。であとはね、先ほど説明したみたいに、ずっと上向きだともちろん背中側に圧がかかりっぱなしになるので、まあ2時間おきに、まあ、できたらですけど、まあ2時間おきに、できたらというか、まあやってほしいんですけど、2時間おきに横向いてもらう、まあ、この横寝返りさせる解除動画なんかもまた上げてます。で今度横向いた時、さっきのね褥瘡できやすい部位ではちょっと説明してなかったんですけど、今度ね内側、結構膝ですね、膝の内側が反対の膝に当たってる場合は、ここでね膝の内同士が床ずれ褥瘡なりやすいです。なのでそこにはこの枕を入れてあげるとかね、結構評価が大事になってくるんですけど、どこに圧かかってんのかなって、もう逐一皮膚を見ながら、赤みが出てないかなとか逐一見ながら、ちょっと評価していきながら枕挟んでいってほしいところですね。でまあこうね、結構2時間おきに対抗が難しいって方は、あのエアマットなんかが勝手にあの横向かしてくれたり、ここまでしっかり横は向けないですけど、ちょっと斜めにしてくれるようなエアマットなんかも今ね、あのレンタルでありますので、そちらもまあ頭に入れておいてもらったらいいかなと思います。僕たちが結構現場に出て、ここ褥瘡できやすいなって思う部位は、まあ3つ挙げるとしたら、代表的な例はやっぱかかとですね、かかとと、まあ、仙骨、お尻ですね、お尻の下と、まあ、大天使かな、横かな、このお尻周りですね、やっぱお尻の下、お尻の後ろ、お尻の後ろ、お尻の横、あとかかと、この3箇所っていうのは非常に多いですかね。まああとはね、この腓骨の横も結構 見かけるなっていうのは印象的です。まあ、なので僕的にはこの上半身というよりかは、やっぱ下半身、足元に結構褥瘡できやすいのかなと思います。
まあ、かといってね、まあ、昔はやっぱこの頭にできてる方も見かけましたし、病院おる時でも、まあ、ここことは言えないんですけど、まあ、結構僕ら現場出て見かけやすいのはその部位かなっていうふうに感じるので、まあ、その辺もバターちょっと別撮りで、そこに特化した上圧の方法だったり、まあ、ポジショニングっていうのも、まあ、今後ね動画として上げていきたいなと思いますので、今日はこれぐらいで終わります。はい、はい、本日もありがとうございました。まあ、今日は褥瘡、まあ、上圧についてちょっと説明させてもらったんですけど、まあ、褥瘡っていうのは、分類的な、ね、4段階ステージがんみたいながんと一緒で、まあ、ステージ4まであります。でまず1つ目が、まあ、発赤、ただ赤くなってるだけで、さっき言ったみたいにこうずっと圧迫して赤くなってる、ただこれもう消えるんであれば、上圧して消えるんであれば大丈夫、ただ赤みが取れないのであればそれはもう褥瘡の始まりなので、まあ、見かけた際はすぐに先生に相談するか、まあ、看護師さんに相談するかしてください。はい、ということでいつもコメントと、高評価の方ありがとうございます。まあ、今後も動画上げ続けていきますので、ぜひとも、応援よろしくお願いします。いつもありがとうございました。さよなら。